神戸地方気象台神戸地方気象台は、兵庫県神戸市中央区は木浜海岸通り一丁目にある地方気象台であり、大阪管区に属する。2013年までは気象庁直轄の神戸海洋気象台であり、海洋気象台としては日本で最も古い歴史を誇っていた。2005年7月に神戸空港出張所が開設されたが、2006年4月に、 関西航空地方気象台の出張所へ移管した。兵庫県の気象観測等の業務を行っている。1920年8月25日に海洋気象台として創設。神戸海洋気象台を経て現在の組織となっている。創設時の海洋気象台、1920年撮影、1995年1月17日に、 発生した兵庫県南部地震では818ガルという大きい加速度が観測された。ただし、兵庫県南部地震において、神戸海洋気象台周辺の家屋倒壊率は3%に、杉津震度7判定区域の範囲外で、これをもって阪神淡路大震災の揺れに耐えると考えるのは危険とされる。庁舎に大きな被害はなく一部損壊で済んだものの、 気象台と大阪管区気象台の専用回線 L、アデスに障害が発生し、当初の震度情報の提供に遅れを生じた。このため地震発生当初の地震報道では、京都、彦根、豊岡の震度5が最大震度であった。神戸震度6の情報が VHF 通信で大阪管区気象台に伝えられ、マスコミに流れたのは、地震発生から約30分後のことだった。 結果、災害対策の初動が遅れたとの指摘もあり、以降バックアップ体制の強化が、全国的に取り行われた。AB、海洋気象台の名前消滅へ、関西テレビ2013年1月30日12時5分、最終更新2013年2月1日閲覧、ABCDEFGHIJKKL 神戸、海洋気象台、地方に改変へ、 神戸新聞2013年1月29日22時42分。配信2013年4月30日。閲覧。ABCDEF。神戸海洋気象台の海洋気象台写真。神戸の本棚第51号神戸ふるさと文庫だより。神戸市立中央図書館。平成17年10月20日2013年8月8日。閲覧アーカイブズ宇田道隆文庫。 東京海洋大学附属図書館 h t t p l i b x o d a i e j p 選挙バックナンバー b e r 1 9 9 0から20万1003号 http://www.jsnet.orld と JP スラッシュレポートスラッシュ GEPPO ートと HTML 海洋気象台組織改編で消滅10月から日経電子版2013年1月30日10時11分配信配信日に閲覧舞鶴海洋気象台9月廃止日本海海洋気象センターに京都新聞2013年1月30日9時20分配信配信日に閲覧 AB 全国の海洋気象台消える神戸は90年の歴史に巻く長崎新聞オリジナルの2013年4月23日時点におけるアーカイブ http コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ p8ngm2013 年1月30日閲覧 AB 全国の海洋気象台消えるデイリースポーツオンライン オリジナルの2013年1月30日時点におけるアーカイブ。 http://web.archive.org/web/2013013005707/http://daily.co.jp/society/science/2013/01/29/0005704137/shtml 平成25年度気象庁予算案の概要に ついて、報道向け PDF 気象庁二千十三年一月二十九日、配布マイズル海洋気象台9月配信、日本海洋気象センターに、京都新聞二千十三年一月三十日九時に十分配信配信日に、閲覧全国の海洋気象台消える、神戸は九十年の歴史に、幕下北新報二千十三年一月二十九日配信配信日に、閲覧、坂井秋、高月和樹。 神の達を、建物被害率の予測を目的とした、地震動の破壊力指標の提案、日本建築学会構造系論文集、ナン、no. バー555、ピアニッシモ、85から91、2002.05、堺井秋のホームページ、1995年、兵庫県南部地震の神戸海洋気象台の、共振記録について、神戸海洋気象台に関するカテゴリー、ありがとうございます。